かね、ワンサイズ多分大きすぎて、ここが出てる、ここがボヨボヨしているというおすすめポイントです。どうですか？全身見せられないのが残念だ。そうで、見てくれたかな、モコっていうワンちゃんがいるのよ、親戚のお家に。モコモコ、なんかモコモコしてるからモコっていう。ほら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 、可愛くない？可愛くない？これちょっと躍動感。可愛いね。可愛い。可愛いよー。可愛い。皆さんワンちゃん好きですか？ワンちゃん。メンバーにもいるよね、ワンちゃん飼ってる子。ワンちゃんとウサギと猫いますね。かわいい。シャキが喋ったところ久々に見たね。久々だね。久々すぎるよ。元気かい？お犬は可愛いのですよ。そう、可愛いよね。いや、めちゃくちゃ飼いたい。めちゃくちゃ飼いたい。めちゃくちゃ可愛いんだよね。めちゃくちゃ うね、めちゃくちゃ可愛い。ちょっと最後まで言って。最後まで言って。りょうじ、最後まで言おうよ。川てってってっつって、さきちゃんの弟さんですか？うさぎなの弟じゃないよ、お母さんの。あ、そういうこと？うさぎなさんの弟さんですかってこと。このワンちゃんが違うわ、違うわ、違うわ、ちゃうわちゃうわ。今日すごくね、暑くなった。めちゃくちゃ暑かった。でも今日なんだっけ、50度超えるんだったっけ、あれ30度、35度以上なんだっけ今日。でも今雨降ってるからね、雨降ってるとね、ムシムシするよね。洗濯物も乾きにくいよね。いやいやいや、元気なんないけど、まあ生きるか角あ程度には元気です。よかった、熱中症になってない？熱中症大丈夫かい？あ、サトシ16日会えるの？高木、こんにちは。こんにちは。お久しぶりですね。明日14、15オンラインリリベがあるので、高木よろしくね。そう。黒全くなの？降ってないの？すごくない？なんかいつもさ、降ってないよね。最強じゃない？そっち。だよね。大雨と雷がすごい。なんかいきなり、今さっきいきなり降ってきた感じ。
トモ、おとなしいポタクだよ。あ、ちょっとトモ、14、15オンラインリリースイベントなので、ぜひよろしくお願いします。あと16日来て、16日、ストリームホールさんでライブがあるので、ちょっとトモ強制的に来てください。50度超えたら僕死なないけない。え、50度超えたら死ぬ？死ぬか。だってお風呂で41、2度か。やばいね、50度。死なないで。あ、16仕事なんだ。土曜日関係なくなっちゃったの？そんなことある？え、じゃあもう休み不定期なんだ。うわ、大変だ。え、ジョジョのところも降ってないんだ。横浜は雨降ってないです。あー、なるほどね。わ、いいな、横浜に住もうかな。明日も雨、昨日も雨の匂いするな程度ではある。いいな。ちょっとこっちね、降りすぎなのよ。どうなってんだよ、降りすぎなんだよ。お仕事中にこっそりみやび見てくれてありがとう。こっそり割れない程度にね、顎のところに手をポンって置く感じのシャヒさんは可愛かった。あ、本当に？パシャパシャパシャ。さきちゃん、去年京都と大阪の宿題チェキまだありますか？あるよ。あるよ。かけん大阪から取りに来てくれるかなって思って。あるよ、まだあるよ。今日や、おひさー、おひさー久しぶり。え、ちょっと今日や、ちょっとツイッター見てくれてますか？今日や見てくれてますか？明日明後日オンラインリリーベですよ。もちろんね、聞いてますか？あと16日ストリームホールでライブなので、ちょっと今日や、ちょ、来てくれ来てくれ。久しぶりに会いたいぜ。ね、出番が17時40分から18時で、特典会があって、特典会は18時20分から19時40分ですので、ちょっと今日や下の概要欄からこう予約できるのでお願いしますよ。さっき髪の毛落ちたんかってぐらい落としたぜ。え、マジで？気をつけて。そう、気をつけて。16日行ったら仲良くしてくれるんですか？え、めちゃくちゃ仲良くするわ。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ仲良くする。一緒にロボットダンスやろ。まだ言ってる、まだ言ってる。ロボットダンスやろ。あ、とりあえず可愛いよ、可愛い、ありがとう。そしてその髪型好き、嬉しい。リンゴ、リンゴヘア、リンゴヘアですね。おいらも宿題取りに行かなきゃ。そうだよ、メアビー、そうだよ。ということで16日待ってます。16日、日曜日だよ。メアビー、メアビーも強制ですね。16日ストリームホール17時から、17時40分から
なので。駅にまたトイレの中から、トイレの中からまた嬉しい、ありがとう。ね、16日さ、本当に予約してくれたの？なんか言ってるからさ、ノリでこうポンポンポンって送っちゃったんだけどさ、本当に本当だったらマジでもう一緒にロボットダンスしよう。今日めっちゃ宣伝するじゃん。そうだよマジで、もうそうだよ。ちょっと会いに来て、それでロボットダンスしよう。ロボットダンス、いやです、さひなさんの今日のその髪型切りを落としにかかってると見た絵落ちますのは好きです。これこれで、ね、リンゴちゃんヘア。いや前髪がさちょっとあれなんだよね、多いの今。え、なんかこっから前髪あるの、ここからだから、なんかさ男の子がさよくさ、なんか韓国系の男の子がさ後ろからこう前に持ってくるマッシュルームヘアみたいなのあんじゃん、あれあれになってんの。めちゃくちゃ後ろから前髪あるんで生えてる。行きたいんだけど今生活苦しくてね。え、大丈夫か大丈夫か、ちょっと大丈夫か。あ、もう14、15、16、オンラインリリーベが14、15にあります。でこちら14日金曜日は19時からで、15日土曜日は2部あって13時からと16時からです。でこちら無線で見れちゃいます。なので今日やこっちちょっと無線で見れちゃうので、無線で見てくれ。そして事前にスペース M オンラインストアでアカウントを作って0円チケットを買ってね、じゃないと見れないからっていうことです。わかりました今日や。でその後特典会があって、スペース M オンラインで対象商品をご購入していただいた方限定でネットサイン会があります。でその対象商品というのは11月10日に発売の TA 女子の指さすれヒーローの CD ですね。そちらがあの対象商品となっております。で5種類あって ABCDE でいずれかの1枚買ってくれた方、ご希望メンバーのサイン入りソロチェキがゲットできちゃいます。で5枚セットをご購入でメンバー全員集合チェキ1枚プレゼントです。でこちらは希望メンバー1名からのサイン付きとなっております。だだでね、今日やもしよかったよろしくよ。身の回る気づいたらポチってた16日、嬉しい。ロボットダンスしような。ロボットダンス16日お盆だし日曜日だし、あー確かにそうだね、そう、
19日、17時40分から。あれはあの、あやべえ、ちょっと、あちょっとお腹痛い、ああやばい、あすいません、ちょっとお腹痛いんで渋谷のトイレ行ってきていいっすかっつってそれで行こう。16日のチケット買ったのは本当だけど、ロボットダンスはした方がいいの？え、しよう。だって喋っちゃダメだけどさ、体を動かしていいんだよ。だから見ながらこうやってやって。韓国系って JYP ですか？そう、 JYP ね、出た JYP、 JYP、 JYP さんの真似とてもいいですね。ちゃんとご飯食べてください。似てるべ、似てるべ。関様の服装という髪型めっちゃ好きなんだけど。やった、そう言うけどずるいよね。嬉しい、今日ワンピースだよ。ワンピース、ワンピース。もたすひろこんにちは。今日は無線だと、そう、しかも配信で見れちゃうからお家で見れちゃう。しかもお家で見えちゃう。無線と無線のライブだね。え、うまい、うまいじゃん達弘。ちょっと無線と無線のライブです。ログインチケットは無料で買えるんだよね。決済が進むボタンを押したら決済じゃなくていいですって怒られた。え、めちゃくちゃ面白いじゃん。あ、配信ライブと16日の楽しい、16日のライブ楽しみにしてます。ひれひれ、嬉しいよ、16日に会えるって。これすよ、ちょっとロボットダンスしようね。まだ言う、まだ言う。最後ね、俺するくだりやめて。あ、そう、指さされヒーローめちゃくちゃいいよね。そうで、ちなみにCD、 そのネット特典会の対象商品の CD、ソロチェキ付きで1枚1320円となっております。で、メンバー全員集合のチェキ付きの CD5 枚セットが6600円となっております。めちゃくちゃゲットしてほしい。下の概要欄に飛べるところがあるので、ぜひね、キヨヤよろしくね。片道14時間、あーあーあー、まあ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 いけるべ。渋谷のトイレじゃないと落ち着かないので。あ、そう、それで行こう、それで行こう。ちょっと行き慣れてる、あの渋谷のストリームホールでしか俺ちょっと粗相が、粗相できないんすよとか言って。ロボットダンスちょっとやってみて。いいよ、ロボットダンス。じゃあショートバージョンね。ロングバージョン20分ぐらいかかるから、ショートバージョンいきます。
アマチュアロボットダンスやるって。そうそう、でもね、ロボットダンスやる箇所ね、たくさんあるんだよ、意外とたくさんあるから、見逃さないでくれよな、見逃さないでくれよな。全然コメント、こっからさ、コメント見ようと思ったんだけどさ、なんかできない からここで見る。めっちゃロボットじゃん。そう、遅くない？ちょっと岡田、岡田ちょっと16日来いよ16日来いよ岡田 そして一緒にロボットダンスしようよ。共演共演。ロングバージョン投げ。そう、20分だよ。知らなかったの？朝比奈のロボットダンスのロングバージョン20分だよ。指さされの時にいっぱいできそうな気がする。どこで？でも そう。そう、まずこのみんなは見てるかもしれない、配信で映ってるかもしれないけど、サマチュの最後の氏がワキワキの説明をする ワキワキをする説明のところらへんでやるっていうのが一つと、あと、あ、サマチャ？指さされっつった今、サマチャのワキワキループのところと、あと指さされの斜めになってポーズ決めるときかな。あとね、あれ、タラタラタタタタタラタラタタタタタラタラタタタタ、なんだっけ、タラタラタタ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 
タタタタタタタって動くじゃん。その時にロボットで動き出すっていうところだな、できるの。サマチャでそんないっぱいでき、サマチャの時ね、まあ楽しみにしてて16日そのロボットダンスもね、最近流行りの朝比奈のマイブームのロボットダンスも見どころとなっております。約アニメ1話分の長さ、そうそれ見てちょっと笑っちゃった、説明してる時ロボットダンス見に行くうん、でも残念ながらあの TA 女子とやっぱベッド料金がついちゃうから気をつけてねよろしくはいね、全然できない、全然できない、全然できない、ちょっとどうなってんだ、全然コメント読み取れないや。そうそう、だからちょっと気をつけて。今日、あ、私が最近ん3万ぐらい払えば超ロングバージョンの1時間を見れますか。あ、うん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 、そうだね、うん、それぐらいいけば、あの、え、でもうん、見れる見れる見れる、うん、でもね1時間じゃないんだよね、58分のロングバージョン、超ロングバージョンだから、ね、ちょっとよろしく。ベッド料金はいくらですか。やっぱりロングバージョンはお気持ちでいただいてますね。
はい、お気持ちでいただいてるので、だからやっぱ人それぞれ見て、あ、見る前にもらわなきゃいけないか。じゃあ1円払わない、おー、いい、それはダメだ、5円から、5円からなんで。その2分は何でしょうか。その2分は息遣い、息づ、最後の、そう、だからなんか全部合わせて1時間なんだよ。でも最後の2分はロボットダンスしてないのから、結局は58分間のロボットダンスなのよね。わかる？だから最後の2分間は終わった後のっていう息遣いで2分、だから合計1時間なんだけどね、公営会が。サマイブ、あー、いいんじゃない、ちょっといいよ、トノちゃん。そうだね、やっぱりね、そう、いいじゃんいいじゃん、そうだね、やっぱね、やっぱこっちからちょっと伝えづらいけど、やっぱそういうことだよね、うん、やっぱそうだね。だからちょっとよろしくね。嬉しいな、大道芸っぽくパフォーマンス中に投げ込むタイプで。あ、そういうタイプもいらっしゃる、たまに、はい、なんかたまにね、やっぱそういうタイプもいらっしゃいますね、やっぱり、はいはいはい、あれですよね、公演中に投げていただいたり、やっぱり終わった後にやっぱスケート選手と同じ感じで、なんかロボットダンスでステージを回るんですよ、最後は終わった時で、その間にみんなが投げ込むっていう感じですね、ぬいぐるみとか。でもそれはまた別なんですよ、で、これちょっと物販でね、こう、はい。余韻が2分、あ、そう、余韻が2分だからいうのが2分間続くっていう、最後の最後に、最後にはセクシーな息遣いタイム、まあまあまあそうだね。最後の2分もな、息遣いを料金ぐらいの谷さるって最高やん。優しい、ポジティブちょっと優しい。アドルさん、こんにちは。こんにちは。朝日田です。おひねりを投げると。そう。大変だ。チキケが飛び交う。ちょっとなくさないようにね。隙間とかに入ったらちょっと取れなくなっちゃうから。じゃあコンビニのレジにある固まった現金投げますわ。いた。めちゃくちゃ面白いじゃん。投げ込んだものをルンバク回収ってことですね。めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白いで、みんな回収してて、ウィーって、いや、ルンバ何台必要かな、多分1台だと大変かもしれない、ね、得点券は投げちゃダメです。得点券はダメです、ちゃんとこれぐらいのやつ、こうじゃなくて、こういう得点券じゃなくて、あのちょっとこういうやつですね、これですが、
やっぱ必要ですね。息だけで一番の価値あるよ。強じゃずっと息出してよ。はって。はじめまして、ヤーマーパーパーです。フォローしました、よろしくね。嬉しい嬉しい嬉しい、ヤーマーパーパーさん、とりあえず集まった女子、略して T 女子のきびとり担当、朝日田関です。あれですね、地下アイドル応援隊長なんですね。私あの切り込み隊長をやっております。ちょっとよろしくお願いします。ぜひ明日明後日ちょっとリリースイベントがあるので、オンラインリリースイベントがあるのでちょっとよろしくお願いします。あと16日にストリームホールさんでちょっとライブがあって、17時40分から18時で特典会がありまして、18時20分から19時40分までとなっておりますので、ぜひ来てくださったら髪の毛励ますのでよろしくお願いします。はい、証は、ね、証もね、なんだ、なんだ、何言ってんだよ。とりあえずおひねりをルンバの代わりに掃除するバイトするで、おい、そのまま帰ってこないじゃん、朝日奈に。そのまま逃げ出すじゃん、いつもの。あ、じゃあ俺、ちょっと、あっつって。おお、ダメだよ、そんな。追いかけよ。追いかけよ。そしたら、コロナで自粛みたいなやつが、開けたら捕まえに行くから、ちょっと一人でやってて、それまで。黄緑が聞き取り担当って聞こえてもきっと疲れてる。黄緑が聞き取り担当違うよ、切り込み隊長。どういう意味か分かる？切り込み隊長、ちょっともう諦めよう。こっからコメントを拾うのは諦めて調べよう。テイ女子って名前が気になってチェックしてから見に来ました。嬉しい、テイ女子の意味分かりました。山パパ、ちょっと TA 女子の意味は何でしょう。チッ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 、ため掘り、ため初掘り、朝日奈さんめっちゃ個性が強い方ですね。そうですね、個性強いかもしれない、強い方かもしれないですね。でもTA 女子6人いてみんなめちゃくちゃ個性が強いのでね、まあ調べていただけたら分かると思うんですけど、マジで強いのでちょっともうハマったら沼ですよ。自分で言う、ハマったら沼ですよ。あ、ちょっと、ライブは見てくさライブは見てくださったことあるんですか？ないですね。ってことはあれですよ、明日明後日ちょっとオンラインリリースイベントがありまして、14日は19時からライブで、19時半から21時まで特典会となっております。オンラインですね。で15日土曜日もこちら2部ありまして、
13時から13時半までライブで、13時半から15時まで特典会、オンライン特典会で、2部は16時から16時半ライブ、16時半から18時までがオンライン特典会となっております。でこちら無料で見れるんですよ。なのででも皆さんにやってほしいことが、事前にスペース M オンラインストアのアカウントを作って0円チケットを購入してください。はい、なのでそれをで買わないと見れないのよ、このライブが。無料なんだけど、そのちょっと0円チケット買わないと見れないから、ちょっとそれだけ注意してください。そしてその後にネット特典会があって、スペース M オンラインで対象商品を購入していただいた方限定でネットサイン会に参加できます。はい、パチ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 。そうね、その商品、対象商品というのは11月10日に発売される指さされヒーローっていう、すごくとてつもなくいい曲、もう後ろ向くなよとか、なんか小さい頃何になりたかったの覚えてるみたいないい曲があるんですけどあのそのね CD が5種類ありまして、いずれかの1枚を購入してくださった方、ご希望メンバーのサイン入りソロチェキを1枚プレゼントします。でね、その5種類の CD の CD5 枚セットというものがありまして、そちら購入していただいた方はメンバー全員集合チェキ1枚をプレゼントされます。はい、でこちらのチェキリーは希望メンバー1名からのサインついてます。はい、素晴らしい。ということで無料でライブを見れるよということなので、山パパさんぜひ見てください。めちゃくちゃいいっす。しかもちょっと最近ね、つい最近新曲も出たので、ちょっとね夏っぽい、イエーイフーやっていう新曲も出たので、ちょっとね気になっちゃうね。ちょっと聞いてください、見てください。オンラインなので、オンラインリリーベなので、はい。でソロ付きの CD が1320円で、メンバー全員チェキ付きの CD5 枚セットが6600円となっておりますので、ぜひね、山パパさんどうですか？私隊長仲間として仲良くしてください。もうこちらこそですそう黒、そういうことよ。私切り込み隊長というのは、武士の戦闘において先陣を切って敵陣に突撃する部隊の隊長らしいよ。そういうことです。私はそれです。とにかく集まった、違います、とりあえず集まったですね。これは知ってる感じですね。あ、発掘って読むんだ。発掘ツーザ発掘、コンフィデンスマンでやってたダーコは。ライブ見て草、今日は、いや今日も滑舌がいいね。そう滑舌ね、滑舌でもね、滑舌良くなったと思わない？いや、朝比奈さんは最近応援しているアイドルの中の癖性が強すぎてどうして知ったらいいか。あ、もうね、そのまま接すればいいんだよ。
そのままもうフィーリング、フィーリングって大事だよね。もうフィーリングでこうね、フィーリングでよろしくお願いします。タイミング合わなくて東京に行った時にライブ見れなかった。あ、明日、明日オンラインディリウェで見れる、見れるよ、見れるよ、ちょっと見れるよ。ドラさん、山パパ説明も癖が強い大丈夫、ちゃんと頭に入ってますか。頭に入る、笑いながらいい曲って言うなよ。そう、すごいいい曲マジで。あのね、まあさあ聞いてほしいで、ね、聞いてほしい。もう説明できないぐらいすごくとてつもなくいい曲。そう、新曲の説明ざっくりすぎる。そう、え、でもわかるじゃん、イエーイフーヤって曲じゃん。夏っぽい、夏っぽい、めちゃくちゃいい曲、めちゃくちゃいい曲なんだよ。特攻隊長とは何が違うんですか。特攻隊長って何、特攻隊長、鉄骨番長、特攻隊長、あー違うね、あーちょっと違う、ちょっと違う、ちょっとねニュアンスが違う、ニュアンスというかなんか違う、まあ、似てる感じだけどちょっと違うんだよね、なんか違うんだよね。突然滑舌悪くなる時があるんだよね。え、そうなの、なんかいきなり舌が回らなくなる時がある。ラーメンこんにちは。え、ね、あのさラーメンのさあのツイートめちゃくちゃ嬉しかった、あの星に願ってるやつ、 TA 女子がっていう、マジで嬉しかったよあれ。24時間シャキさんは見てて飽きないよね、そんな人世の中に嘘はいない嬉しい。え、でもそれで、ね、あやみにも言われる、なんかシャキちゃんってさ、あのシャキちゃんってさ、あの見てても飽きないよねって言われるめっちゃ似てるじゃんモノマネ。今パパありがとう、それではまた来てね、よろしゅうよろしゅうよろしい。よろしゅうよろしゅう。切り込み隊長って言いたいだけじゃないよね。いや、ちゃんとね、なんかね、ちゃんと考えた結構。なんか自分のさ、なんか名称、名称っていうのがつけたくて、うん。で何がいいかなってこう探してて。でなんかよく先陣を切ってこう行くことがあって、だからそれじゃねってなったのよ。いつ無料配信、いつまでに、ね明日、明日無料配信あって、明日と明後日リリースイベントのオンライン、あ、オンラインリリースイベントの配信、だからあの概要欄に書いてある下の見てね。で当日の配信開始1時間前までにもういろいろこう済ませちゃって待ってるって感じ。うん、 CD も買って、
まず0円チケット、その前にオンラインストアでアカウントを作って0円チケットを買って指さされヒーローの CD を買うっていうこの3点セット。石井こんにちは、明日リリーベだよ、オンラインリリーベだよ。意外と似てたわ、でしょでしょ、俺が言うのはあれだけど、あーたの真似似てるわ、でしょ。さきちゃん、さきちゃん、あやみ、あやみ真似しやすいんだよね、あやみ。あったんだよ、あったんだよ、あったんだよ、あったんだよっていうやつで、ななこはあーって笑う。あ、宇治江もできる、宇治江も、宇治江はうん似てるでしょ。ラーメン流れ星見た時のか、そうそう、マジで嬉しかったあれ、本当に、え、マジで頑張ろうってなったし、ちょっと、ね、マジで本当に本当に本当に頑張ろう。人の喋り方に少し悪意を感じるのは気のせいですか。うん。うちゃ、そう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 。他のメンバーね、そう、奈々子はそう。その笑い方、朝比奈に通じるところがある。そうなの。そうなんだよね。え、めちゃくちゃわかる、あのね、自分でも思う、あ、似てるなって。うん、かなやん、やんかなはどれいこっかな、やんかなね、あ、じゃあちょっといくよ、まずこうどっかを見てんで、こう目が合った時にって笑う、笑ってくる。って笑ってくる。そう、若干リスってる。あ、リスってない、リスってない、リスってないよ、リノマル、何言ってんの、まるまる、どの時のうちえさん、あ、うち、そう、やってくんの、あ、顎出してくんの。うちえさ、あの、顎長いじゃん。顎長いじゃん、だから、あれ、顎、あ、顎はって言うと、うん、ってやってくんの。そう、その時のうちえ、購入しなくても見れるのね。あ、うん、あのね、あの、0円チケット購入しないと見れないから、お気をつけて。スペース M オンラインストアでアカウントを作って0円チケットを購入しないと配信が見れないので、はい、注意ですね。それよくあるな、え、でしょ、かなえのでしょ。あ、うん、ちょっとユキナのものまでも見たい。ユキナはあのね、どうしようかな、あれしかできない、あのぶりっこする時のユキナ、ぶりっこする時のユキナね、
ちょっと見てないかもしれない。ってやるやつ。え、ディスってないディスってない。とてつもなく尊敬してる。ひさ、ありがとう。お久しぶりじゃない？ちょっと多分お久しぶりだよね。嬉しい、ありがとうひさ。明日明後日オンラインリリースイベントで16日にストリームホールで17時40分からライブなので強制来てください。お願いします。わからなくないえでしょ。今の雪をお願いします。縮小ください。いやマジオッケー、いいよいいよ。待って、ちょっと一回練習させて。オッケーオッケー待って、いけます。え、OK ですか。そう、アヒル口がめちゃくちゃ特徴だよね。アヒル口にするよね、なんかぶりっ子を求めると。で、こう首を揺らすのよ。可愛いから揺らすわ。よかったよかった。あぶね、怒られるところだった。息の真似が朝比奈本人に見えてしまって仕方ないのだ。いやちょっとあの顔はねえ、ちょっとやってみ、自分たちでちょっと一回。やってみてくれ。はあ、いや面白かった。かなえとゆきなの真似拡散しておきます。いや難しいところ行くじゃん。そしたらさ、ちょっとあ、うじえもいい。うじえのモノマネ、まあ、かなえはあれで顔でしょ。でナナが顔じゃないじゃん。ナナことあやみが顔じゃなくて声だから、うん、じゃあちょっとうじえもいいっすか。うじえも私はってなっちゃうから、ちょっとうじえも行きます。あ、やってくれました。縮小できた、できました。何言ってんの。そう、うじえもってやった。やばい、リスってないリスってないリスってない。これ公認だから、うじえ公認だよ、言っとくけどこれ。可愛いからいいかな、雪押しだとだけど似てるから大丈夫だと思うよ。よかった、雪な推し公認ということで、嬉しい嬉しい。大丈夫だよ、これ大丈夫だよ。こんにちは、あ、くまきちこんにちは。今はねあれやってる、あのメンバーのモノマネ、このあったんだよから始まって、うじえのこのモノマネまでちょっとやってました。これ載せたらなんとか声の嵐になるぞ。
まずい。あ、そう、はいはい、熊吉、明日オンラインリリーベがあって14日の19時からと、15の土曜日の13時からと16時からあるので、よろしくお願いします。知っていますか、熊吉オンラインリリーベがあるということ。メンバー内だからこそできるやつだね。そうだね、そうだね。あーたんとななか動画載せといて OK。 お星いいのかな。バセイ、バセイか。メンバーのモノマネか全員できるの。そう、全員できるの。中傷されたら嫌なので止めときます。いいよ、中傷されて。どうぞどうぞ、ね、中傷されてもでもみんながねこう守ってくれるじゃん、きっと。あー、熊吉夜勤か。夜勤か。そう、後からでも見れるよ。なんかアーカイブが残るの、8月22日の19時までだから。じゃあちょっと説明するよ、明日明後日のオンラインリリーベの話。まず14日は19時からライブ、19時半から21時まで特典会で、15日は二部制となっていて、13時から13時30分までライブで、13時30分から15時まで特典会、オンラインね、オンライン特典会で、16時からで、二部が16時から16時半までライブ、16時半から18時までオンライン特典会となっております。で、こちらの2日間ともスペースエモオンラインストアでまずアカウントを作っていただいて、で0円チケットを買ってください。そのね、オンラインスペースエムオンラインストアの URL がこの朝日奈の概要欄から行けるので、ちょっと行ってください。でそのチケットがないとライブが見れないので、よろしくお願いします。でその後ネット特典会があって、スペース M の対象商品をご購入してくださった方限定でネットサイン会に参加できちゃいます。で対象商品というのは11月10日に発売の指さされヒーローのという CD をね買ってください。で全部で5種類あるんですけれど、このいずれかの1枚をご購入してくださった方はご希望メンバーのサイン入りソロチェキが1枚プレゼントされます。で5枚セットっていうのがあって、その5枚セットをご購入された方はメンバー集合チェキが1枚プレゼントされます。でそのこのチェキには希望メンバー1名様からのサインがついてきますということですね。でアーカイブが8月の22日19時まで可能となっているので、ぜひ見てください。でソロチェキ付きの CD が1320円です。でメンバー全員のチェキ付きが6600円となっております。お得ですね。でそちらはなんかもう当日配信日の1時間前までにもう0円チケットも買って CD も買っておいてください。よろしくお願いします。はい、わかりましたか。後からでも見れるんです。
リリーベ忘れないようカレンダーに予定を書いてあります。素晴らしい、トノちゃん拍手喝采。ということでね、はい、あ、じゃあもうちょっと16日もやろう。16日日曜日ストリームホール、ストリームホール、ストリームホールさんでライブがあります。渋谷ですね、あります。出番が17時40分からです。で20分のライブですね。で特典会がありまして、特典会は18時20分から19時40分となっております。こちらね、久々のお客さん入れてるライブですので、ちょっとねみんなこのカンペを用意してね、イエーイイエーイ、ふー、いや、ということでちゃんと用意してくださいね。あとロボットダンスも忘れないように。でこちらのチケットがもう残りわずかとなっているのでお願いしますね。 S 席がもう売れちゃって今 A 席しかないみたいな状態ですので、お願いします、お願いします。その後オンライン特典会もあるし、ドッグポットもあるし、電波市もありますので、そちらもぜひぜひお願いします。最近流行りのキクワカメです、おすすめです。はい、ということで分かったかな、パチ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 、みんな聞いてるかな、パチ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 、残りわずか、いや楽しみだな、みんなに会える、いやてか明日も楽しみだね。明日は初めてのオンラインリリーで、マジでどうなるか楽しみですね。あニヤニヤ、ニヤニヤ、前よりいなくなってきてる、よかった、嬉しい。キクワカメ、え、キクじゃないっけこれ、茎か、茎ワカメだ、茎ワカメです、茎ワカメです。はい、茎わかめ、キクワカメ、どっち、茎か、茎わかめ、ほらここにね、シャキ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 の感触って書いて、もう朝比奈じゃんってことだよね。じゃあちょっと明日これからは期待しないでください。ロボットダンスは明日期待してください。ということでご視聴ありがとうございましたいきなりのご視聴ありがとうございました。もう1時間経ちましたね、経ってしまったので、ご視聴ありがとうございました。ありがとう、りょうじ。そうなので14、15よろしくお願いします。あ、14、15、16よろしくお願いします。で16日ね、その後オンライン特典会、トークポート、電波市もありますので、お電話しましょうね。行けなかった方、ここでロボットダンスを披露したいと思いますので、皆さんありがとう。また配信するときツイートするので、ぜひ見てください。ありがとうございました。以上、イメージ、あ、ちょっとね変えたんだよ。
シャキシャキが来たよ。TA 女子黄緑担当。待って、シャキシャキが来たよ。シャキシャキが来たよ。イメージカラー黄緑の TA 女子の切り込み担当、朝日奈月です。ありがとうございました。またね。水分補給ちゃんとしてね。じゃあまた明日。よろしくお願いします。